はい、こんにちは。どこのチャンネルでやるかわかんないけど、これ、コストコで買った3000円のおもちゃでございます。ベロシティとアドレナリンかな、テクノギアマーブルマニアっていうシリーズというか、会社の多分なんかそういう商品名だと思うんですけども、1個ずつの商品なんですが、2つのアイテムを組み合わせるとこんな感じでスーパーセットということで、すごく楽しく遊べると。まあ、あのボールを使ったな、なんかこうおもちゃというか、そういうものになるかと思います。まあ子供向きだよね、かなり。チーク玩具みたいな、お勉強のためにボールがどういう動きをするかとか、自分がこうどういう風に組んだらどういうものが仕上がるかっていう、そういったものになると思います。おお、さあ開けてみよう。80ピースということで、あ、もうすぐ開けたらすぐなんだ。うわ、すごい、こんな感じなんだ。お、なんか鉄のなんかマフラーみたい なんか車のマフラーみたいな説明書が入っております。説明書見ないとマジで分かんないと思うので、説明書見れば分かるわ、どこにまずはつけましょうみたいな。ちょっと組んでいきたいと思います。はい、ということで完成しました。意外と簡単でしたね。20分ぐらいできたかな。ただこれだけで遊べるのかなって感じがすごいする。どうなんだろう、説明書を見る限りコングラチュレーションズって書いてあるんだけど、これだけでどうやって遊ぶんだろうって感じ。球をピンボールマーブルランチャーって書いてあるから、球があるから遊べると思うんだけど、これだけで。これをちょっとやってみますか。玉をここに今ここに入れましたので、これで、あれ出てきちゃうな、こっから。え、どういうこと。あ、来た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 、全然動かないじゃん。え、全然動かないんですけど。ああ、遊べるけど全然動かない。あのね、いくよ。ダメだ。あれ、来た。あ、いった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 。ちょっと動きが悪いな。来た。ここの動きがね止まっちゃうんだよね。かなり強めに打ち出さないと動かないし、ここほんと止まっちゃうな。これでいかないかな。あ、いった。あ、動け動け。あ、いった。あー動いた。ああ、外行っちゃった。まあ面白いっちゃ面白いね。で結構パーツがなんかね余ったんですけど、多分これ合体するのに使うんじゃないかなと思うので、もう一個開けてみたいと思います。はい、ということでもう一つ完成しました。こちらですね。ここだと見やすいかな。これはね結構簡単で、まずこれをくるくる回します。そうすると弾がねこの中で上に上がっていって、でポコって落ちて進んで、はい、進んで進んで、ここでくるくるして弾がまたここ行くと。どっちかっていうと俺こっちよりこれの方が好きかな。やっぱこういうくるくるくるん演出があると結構面白い。じゃあちょっと見てみよう。
はい、ということで2つね、こんな感じ。こっちがここに入れて映ってるよね。これを引いて下に行って重し射出すると上から現れてくるっと行って戻ると。これがね結構もうちょいクレ556塗った方がいいのかなってぐらい回んないんだけどでこっちはここもねちょっとここで止まっちゃうんだよね。はい、じゃあこれをつなげるとスーパーセットということで、これのやり方は説明書に書いてあったんでこれを見て頑張って組めということだと思うのでちょっとやってみたいと思います。はい、ということで完成しました。見事にですねこちらに書いてあった、URL を入力して、このスーパーセットっていうのをね見ようとしたら見れて、説明書がねPDF で出てきましたんで組めました。これはねこの絵見てだけじゃちょっと組めなかったわまあどんな感じかちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで結構壮大なものがね仕上がりましたね。まずはこっちから回していこうかな。それで中にあるこの玉をね出していこう。はい、上から出てきますよ。ここがちょっとね行き止まっちゃうんだよな。まあ何個か出せば、あーダメだ、こっちが重くなっちゃって、ここがねこうやって行ってくれれば、ああすごい勢いよく、でここにたどり着いてこっち行くと、でここで射出したら上から出てきて奥行ってくるっと行ってそっち行くと。早かったね今の。あ、射出できないまあ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 こんな感じですね。すごく楽しい。くるくる回してゴー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 。でこっちでここ上がんないとね下から出てきちゃうんだよね。ではここのねちょっと画角でやって遊んでいきたいと思います。あれ、ああ結構ここで跳ね返って外出ちゃうな。強いとねここで外出ちゃうんですね。うん、楽しい。ここから手動で下ろしてあっち行ってそっち行ってそこに行くと、でこっから来て上行って下行ってここでシュッと行ってくるっと回って腰の北へ行くと。これはほんと小さい子にはハマりそうだな。
俺でもずっとやれちゃうもん。うん、うん、でここはぐるぐる回して、出てきて、おうおお、はい、ということでサイズ感はねすごいでかいものになりますが、めっちゃ楽しいものになります。これはね本当子供がいるお家だったらめっちゃあってもいいんじゃないかな。これ3000円のおもちゃならね、なんか全然 OK、 楽しい。はい、それではまた明日。